どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。アメリカのお菓子スターバーストに新しいシリーズが出ました。パッケージもおしゃれで美味しそうなお菓子です。それはこちらです。スターバーストエアーズグミズオリジナルの紹介です。スターバーストのエアーズグミオリジナル、見てください。シンプルでおしゃれなパッケージになってあります。ナチュラルと人工的な味、ソフトスクッシー、柔らかいグミですね。ニューで後ろはこういう感じです。後ろの方では味が乗ってあります。チェリー、レモン、ストロベリー、そしてオレンジ。値段は1ドル50セント、日本円で180円くらいです。エアーズっていうのもね、結構いいです。なんかスニーカーみたいな名前ですけど、結構好きですね、この名前。果物の香りがものすごくいい。あ、なるほど、こういう感じになってるんだ。チェリー、レモン、ストロベリー、そしてオレンジです。みんなカラフルで、作り方が通常のグミとは違いますね。アメリカのグミはよくクリアになってるんですよね。ちょっとだけ透き通ってて、だいたい中身が見えるんですけど、こちらはね、中身が全然見えない。色が少し濃くて、ちょっと面白い作り方になってあります。ここにスターバーストの S が載ってありますね。チェリーから食べたいと思います。いただきます。これめちゃくちゃ柔らかいですね。噛んだ瞬間すぐ口の中でとろけます。数秒ぐらいでもうなくなっちゃいましたね。でチェリー味は普通に美味しいです。ジューシーであんまり興奮する味ではないですけど、まあまあ美味しいです。で味の方も数秒ぐらいしか味わえなかったです。レモン、レモンの方も物足りないですね。シトラスがないし、レモンというかバナナみたいな味になっています。バナナの方も美味しいですけど、レモンだからレモン味をね、ちゃんと味わいたいです。続いてはストロベリー。ストロベリー味もいまいちです。こちらの方もいちご味がね、そんなにないです。ほとんどマシュマロみたいな感じです。残念ですね。最後にオレンジ。オレンジ味は他の味より美味しいと思います。激美味しいレベルではないですけど、チェリー、レモン、ストロベリーと比べるとオレンジの方が一番美味しいと思います。こちらもレモンと同じくシトラスがないです。一気に食べます。一気に食べると美味しさがね、まあまあ上がります。点数は40点にしたいと思います。いやー、本当に期待外れでした。果物の味がそんなにしなくて、食べるとテンションが下がりますね。アイデアはいいですけど、研究がね、まだ必要だと思います。で見た目や食感はね、結構好きでした。こちらおすすめはしません。でももし見て気になったら買ってみてください。 Starburst Air Gummies Original の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあ